はい、皆さんこんにちは。ヒデシチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日はここはファミマ山口小郡店、小郡店って書いてますけど多分山口市かな。ブルズカフェ、ハンバーガー&グリルディナー、うまそうやな。ちょっと肉肉しいの食いたいんですけど、今ね若干腹具合が悪くて、ちょっと肉食ったらえらいことなりそうなんで、行きたいけどやめとこうか。ハンバーガーなんぼかな。だ、値段が見えん。ちょっとお店のこと調べてまた今度行ってみようかな。なんかうまそうやったな。はい、ということで今ですね、秋吉台カルストロードに行った帰りなんですね。なんでもう広島に帰るだけなんですけど、時刻が11時。さっきねお腹の調子が若干悪いと言ったんですが、腹はそれなりに減ってるので、調子のいいもの、調子のいいじゃない、消化のいいものでも食べて帰ろうかなと思うんですが、多分ねもう少し先に山口の人、広島の人もよくご存知かな、長沢ガーデンっていう、まあ、ドライブイン的な、まあ、ホテルとかね温泉もついてるんですけど、長沢ガーデンっていうのがあって、僕がね広島とか岩国だったかな、よく行くレトロ自販機もね実はそこにもあるんですが、確かレストランも併設されてたと思うので、そこで軽く食べて帰ろうかなと思います。あ、ガソリン入れとこうか。これねタンクバッグをつけると給油がめんどいんよね。あ、しょうがないんじゃけど、わー結構減ってるな。朝ねそれこそカルストロードに行くとき満タンにしたんですけど、うん、ついどいて正解。え、今ね1000円分だけついだんですが、え、こんだけ。レギュラー151円、こんなもんか。マジ6リット 6.17。何かの動画で行ったことがあるかもしれないんですが、僕ね若い頃、まあ、まだ結婚する前ですね、山口市に、まあ、半年ぐらいかな、3ヶ月ぐらいで、その後下関市に3年ぐらいかな、出向してた時期があって、なんでまあ山口はね割と馴染みがあるんですが、その時広島のね家に帰るのに、まあ、出向中なんで帰省費みたいなのが出るんですね。2、3ヶ月に1回ぐらいだったと思うんですけど、で当時あまり金がないので節約するために、高速じゃなくてこの下道でねとぼとぼぼちぼち帰ってたんですけど、その時にねさっき言った長沢ガーデンは時々立ち寄ってましたね。なのでもうねもうずいぶん昔になりますけど、懐かしい場所ではあるんですね。でさっき言いましたようにレトロ自販機もあるので、多分うどんかそばかラーメンだと思うんですけど、それ食べてもいいんですが、実はね今日朝行くときに岩国の金明館だったっけで、もう朝そのレトロ自販機でラーメン食べたんですね。でまあ、もう一回食べてもいいんだけれども、さすがにね朝もレトロ自販機の麺で昼も麺っつったら、なかなかねちょっと寂しい感じになるので、今日は行ったことのないレストランにでも行ってみようかなと思ってるんですね。ただまああっさりしたものがなければ
レトロ自販機でうどんでも食うかもしれません。はい、見えましたね、左手長沢ガーデン。ちょっと昼時なんで多いかもしれないんですが、行ってみよう。あ、あるある、レトロ自販機見っけ。あ、左がレストランか。あ、弁当もあるね。あ、いいじゃん。うどん、天ぷらうどんと肉うどん350円。うん、レストラン覗いていいのがなかったらうどんでええか。まあちょっと行ってみよう。はい、ということで長沢ガーデン、結局ねレストランで牛飯定食、牛飯定食かな、食べました。なんでレトロ自販機はまた混んだよな。よし、腹いっぱい帰ろうか。はい、ということで長沢ガーデン久しぶりに行った。多分ね余裕で10年以上ぶりか。腹具合が悪い言いながら牛飯定食食べちまった。やばいな、あとは心配じゃ。けどうまかったな。800円でね、なかなかのボリュームで、なおかつプラス100円でね、ノンアルコールビール、あのシステムはいいね、絶対頼むわ。ということで大満足の長沢ガーデンでございました。で、あとはもう帰るだけなんですけど、今何時？12時前か。下通ったらね、こっからでも僕ん家まで3時間ぐらい、上通って2時間ぐらいかな。まあ今日はもう帰って特に用事もないので、まあ、腹ごなしがてら下道でぼちぼち帰ろうかなと思います。はい、ということで今日は、山口の峰かな、秋吉台にあるカルストロードに行った帰りに、僕にとっては懐かしの場所、長沢ガーデンに立ち寄って、昼ご飯食べてきましたという動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。